次に児玉参考人にお願いいたします。はい、私は東京大学アイソトープ総合センター長の児玉ですが、3月15日に大変に驚愕いたしました。私ども東京大学には27カ所のアイソトープセンターがあり、放射線の防護とその除染などの責任を負っております。それで私自身は内科の医者でして、東大病院の放射線施設の除染などにずっと、数十年かかっております。それで3月15日にまずここの図にちょっと書いてあるんですが、我々最初にまず午前9時ごろ東海村で5マイクロシーベルトという線量を経験しまして、それを第10条通報という文科省に直ちに通報いたしました。その後東京で 0.5 マイクロシーベルトを超えるその線量が検出されました。これは一過性に下がりまして、次に3月21日に東京で雨が降り 0.2 マイクロシーベルト等の線量が降下し、これが今日に至るまで高い線量の原因になっていると思っています。それでこの時に、枝野官房長官が差し当たり健康にあまり問題はないということをおっしゃいましたが、私はその時に実際にこれは大変なことになると思いました。なぜかというと、現行の放射線の障害防止法というのは高い線量の放射性物質が少しあるものを処理することを前提にしています。この時は総量はあまり問題ではなくて、個々の濃度が問題になります。ところが今回の福島原発の事故というのは100キロメートル圏で5マイクロシーベルト、200キロメートル圏で 0.5 マイクロシーベルト、さらにそれは超えて足柄から静岡のお茶まで及んでいることは今日皆さん全てがご存知の通りであります。我々が放射線障害を見るときには総量を見ます。それでは東京電力と政府は一体今回の福島原発の総量がどれくらいであるか、はっきりした報告は全くされておりません。そこで私どもはアイソトープセンターのいろいろな知識をもとに計算してみますと、まず熱量からの計算では広島原爆の 29.6 個分に相当するものが漏出しております。ウラン換算では20個分のものが漏出していると換算されます。さらに恐るべきことには、これまでの知見で原爆による放射線の残存量と原発から放出されたものの放射線の残存量は1年にたって原爆が10分の1になるのに対して原爆が1000分の1程度に低下するのに対して原発からの放射線汚染物は10分の1程度にしかならない。つまり今回の福島原発の問題はチェルノブイリと同様、原爆数十個分に相当する量と原爆汚染よりもずっと多量の残存物を放出したということがまず考える前提になります。そうしますと、我々システム生物学というシステム論的にものを見るやり方でやっているんですが、現行の総量が少ない場合にはある人にかかる濃度だけを見ればいいです。しかしながら総量が非常に膨大にありますと、これは粒子です。粒子の拡散というのは非線形という科学になりまして、我々の流体力学の計算で最も難しいことになりますが、核燃料というのは要するに砂粒みたいなものが合成樹脂みたいなものの中に埋め込まれております。これがメルトダウンして放出するとなると、細かい粒子がたくさん放出されるようになります。そうしたものが出てまいりますと、どういうことが起こるかというのが今回の稲わらの問題です。例えば岩手の藤原町では稲わら 5万7000ベクレルプロキログラム、宮城県の大崎1万7000ベクレルプロキログラム、南相馬市10万6000プロキログラム、白川市9万7000プロキログラム、岩手6万4000プロキログラムということで、この数値というのは決して同心円状にもいかない。どこでどういうふうに落ちているかは、その時の天候、それからその物質が例えば水を吸い上げたかどうか、それで今回の場合も私南相馬へ毎週末700キロメートル行って、東大のアイソトープセンター現在まで7回の除染をやっておりますが、南相馬に最初行った時には1台の NAI カウンターしかありません。農林省が通達を出したという3月19日には食料も水もガソリンも尽きようとして、南相馬市長が痛切な訴えをウェブに流したのは広く知られているところであります。そのような事態の中で通達1枚出しても誰も見ることができないし、誰も知ることができません。稲わらがそのような危険な状態にあるということは全く農家は認識されていない。農家は飼料を外国から買って何十万という負担を負って、さらに牛にある水は実際に自分たちと同じ地下水を与えるようにその日から変えています。
そうすると我々が見るのは何をやらなければいけないかというと、まず汚染地で徹底した測定ができるようにするということを保証しなくてはいけません。我々が5月下旬に行ったときに、先ほど申し上げたように1台しか南相馬になかったというけど、実際には米軍から20台の個人線量計が来ていました。しかしその英文の解説書を市役所の教育委員会で分かんなくて、我々行って教えてあげて実際に使い出して初めて20個の測定報告というのができるようになっている。これが現地の状況です。そして先ほどから食品検査と言われてますが、ゲルマニウムカウンターというのでなしに、今日ではもっとイメージングベースの測定器というのがはるかにたくさん半導体で開発されています。なぜ政府はそれを全面的に応用してやろうとして全国に作るためにお金を使わないのか。3ヶ月経ってそのようなことが全く行われていないことに私は満身の怒りを表明します。第2番目です。私の専門は、いわゆる小渕総理の時から内閣府の、抗体薬品の責任者でして、今日では、最先端研究支援というので30億円をかけて抗体薬品にアイソトープをつけてがんの治療にやる、すなわち人間の体の中にアイソトープを打ち込むという仕事が私の仕事ですから、内部被曝問題に関して一番必死に研究しております。そこで内部被曝がどのように落ちるかという問題を説明させていただきます。内部被曝というのの一番大きい問題はがんです。がんがなぜ起こるかというと、 DNA の切断を行います。ただしご存知の通り DNA というのは二重らせんですから、二重らせんの時には非常に安定的です。これが細胞分裂をするときは二重らせんが1本になって2倍になり4本になります。この過程のところがものすごく危険です。そのために妊婦の胎児、それから幼い子供、成長期の増殖の盛んな細胞に対しては放射線障害は非常な危険を持ちます。さらに大人においても増殖の盛んな細胞、例えば放射性物質を与えると髪の毛、それから貧血、それから腸管上皮の、これらはいずれも増殖分裂の盛んな細胞でして、そういうところが放射線障害のいろはになります。それで私どもが内部に与えた場合に具体的に起こるので知っている事例を挙げます。これは実際にはですね、一つの遺伝子の変異ではがんは起こりません。最初の放射線のヒットの起こった後にもう一個の別の要因でがんの変異が起こるということ、これはドライバーミューテーションとかパセンジャーミューテーションとか細かいことになりますが、それは参考の文献は後ろにつけてありますので、それは後でチェルノブイリの場合やセシウムの場合を挙げてありますので、それを見ていただきますが、まず一番有名なのはアルファ線です。プルトニウムを飲んでも大丈夫という東大教授がいるというのを聞いて私びっくりしましたが、アルファ線は最も危険な物質であります。それはプロトラスト肝障害というところで、私ども肝臓医はすごくよく知っております。要するに内部被曝というのは先ほどから一般的に何ミリシーベルトという形で言われてますが、そういうものは全く意味がありません。 I131 は甲状腺に集まります。トロトラストは肝臓に集まります。セシウムは尿管上皮膀胱に集まります。これらの体内の集積点を見なければ、全身をいくらホールボディスキャンでも全く意味がありません。トロトラストの場合のこのちょっと小さい数字なんで、大きい方は後で見てほしい。